皆さん、こんにちは。次はですね、今日3月10日は、明日が11日ということで、3月11日は例の東日本大震災8年目です。で、私はあの時にですね、あれが起こった直後、5月頃、4月か5月と記憶してるんですけども、こう書いたんですね。もう一つの日本、もう一つの政治、それを作る絶好のチャンスだと。というのをですね、あれだけの災害が起きてですね、そして、日本政府はあの時に復興会議と称してですね、いろんなその既存の専門家だとかですね、政治家だとか、有識者だとか、いろんな人を使ってですね、復興会議なるものを作ったわけですよ。だけど私はそういう既存の指導者って言いますか、有識者っていうか、彼らにいくら考えさせてもですね、何も出てこないと。でなぜならば、あの時もすでに日本は行き詰まってたわけです。で、行き詰まった時には、ああいう事故が起こってダブルパンチでも大変だったわけですけど、しかしそもそも行き詰まった日本を作ったのが彼らだったわけですね。指導者、政治家であれ、有識者であれ、御用学者であれ。で、そういう連中がですね、これだけの問題を話し合ってもですね、何も結論が出ないと。で、そうこうしているうちにですね、どんどん時間が経って、お金も無駄遣いされて、何もその被災者は助からないと。もう目に見えるように、そう思ったんで、私あの時にこう言ったんですよ。もうとにかく予算はですね、全部被災地に任せろと。そしてその法律もですね、緊急非常事態でもう権限もう全部移譲しろと。つまり中央の政府がその予算をですね、自分たちで使って、あるいは我々の金をさらに復興租税として巻き上げてですね、たくさんの費用を取ってその決めるということはもう無駄だと。彼らにできないんだと。だからそんなことをするぐらいだったら、そのことを全部ですね、金を渡して、しかも好きなように使わせろと。で、当然その被害を受けた自治体は自分たちのことですから、自分たちが一番欲しいことをですね、一番迅速にやるわけですよ。で、これは一種のその非常事態宣言、つまり法の停止ですね。だけども、もうそこまでやらないとダメだと。で、それがうまくいって初めてですね、既存の中央政府、あるいは中央の役人、あるいは政治家がやることよりもですね、現場の人たちがやることの方が効率的だということが分かるわけですよ。で、そうすると何が起こるかというと、もう既存の政治の否定ですね、そして地方自治の拡大、私はそうしないとですね、物事は解決しないと、予言したわけですけれども、まさに8年経ってですね、今ほとんどの人があまりにも復旧が遅いということを言ってるわけです。その通りなんですね。ですから、残念ながらその時はそういうことにならず、あの時に復興会議を議長した学者たちがですね、何一つ貢献できなかったにもかかわらず報告書を出しただけで終わっちゃってる。私はこれからの日本はですね、あのような災害は二度と起こってほしくないし、災害を想定してる、じゃなくてですね、そうでなくて日常の生活がですね、例えばもう経済が行き詰まって恐慌が来るというようなことが言われてるわけです。そうするともう今の政治経済システムそのものでは救えないと、国民生活救えないと、こういう事態が来るかもしれない。で、そんな時にですね、今まで通り既存の政党政治家が議論していたら何も対応できない。今こそもう一つの政治を作らなくてはいけない。そういう時代がやってきます。折から日本の政治はですね、もう与党も野党もダメだと。いつまで経っても選挙ばっかり繰り返しても何も変わらないと、そういう時が来てるわけです。新しい政治を作る時がだんだん差し迫っていると、そういう気がします。